じゃあ麺からいきまーす。麺打ちいきます。いいね。はいはい、麺打ちね。ね、少し遠い前から、いぶかして、はい、ひろと、はい、少し前で遠い前から、いつも通りね、この遠い前からやーって入っていきます。で、ここだな、内前より半歩ね、遠いところね、そこから右足で入っていくね、右足で入っていくと相手ね、相手と体が近づくから、相手は打つ、きらね、打つチャンスだと思って打ってくる。そこを出鼻を取りますね。いいね。いやー、遠間からいやーね、打つ間合いのちょっと手前ね、半歩ぐらい手前になったら右足を出してって打ちます。いいね。で、その時に竹刀がね、横に行ったり上に行ったりしない、構えたところを崩さない、そのまま行って打ちます。いいですか。はい、2本交代。はい、2本で交代ね。内間まで入っちゃうと、もうそこは相手も打てる間合いになっちゃうからね、ちょっと遠い間合いから入ることで、近づくことでね、相手遠い間合い打ってこないよね。ね、で、近づいてくると、あ、打てる間合いになった、そこで飛んでくる、そこを出鼻で取る、出鼻で取る。いいね。はい、行きましょう。2本いいぞ。はい、次ね。次は固定いきまーす。ヒロト、はいね、先と一緒、遠い前、遠い前からやーっと入ってって、内間のちょっと手前になるな、そこから何か仕掛けよう、入ればね、入ってもいいし、竹刀をちょっとこう落としてもいいしね、下に下げてもいいし、少し上に上げてもいいしね、何かしらして一つ前に出てね、内間にする、そこで相手が来る、こう落とすね、小手に打つ、小手に切る、すっ、小手に切るね、そのまままっすぐ入ってもいいね、やーすっ入っててもいいね、何かしら一つ入って仕掛けてね、小手に相手に面出すね、面に来たところを小手に切る。いいね。はい、行きましょう。はい、2本はじめ。ちっちゃくていいんじゃない、もうちょっとちっちゃくて、振りがわーっと大きすぎるから次に小手がすごく時間かかっちゃうね、だからもう少し小さく、すっ、ちっちゃくていいんじゃない、顔の前ぐらいスッと出しておけば。はい、もう一回やってみな。はい、はい、次ね、同じ攻め方ね、そこで最後何かしようね、何でもいいね、下に入ってもいい、そのままでもいい、しない、落としてもいい、上に上げてもいい、そこから返し、どう、いいですか。はい、行こう。はい。